はい、どうも、ホリです。PV 版ね、結構やってきましたよ。まあ、一回死にましたけど、まあ、一応ですね、タスク、最初のやつは、4つ分、グランドゼロのやつは終わりました。今、ちょっとね、最初のプレパートセラピストのタスクをやりながら、次に、スキアのタスクとかもやってるって感じですね。一回死んだんでね、装備がね、今ちょっとひどい状態になっております。たまたま安く売ってたね、リグ、チェストリグと、チェストリグとかアーマリグか、と、中古で買ったペイペイ車、と拾ったデスシャドウマスクですね。これつけて、無理やり行ってるんですけど、まあね、いかんせんね、近距離しか狙いないんで、ペイペイ車は。一応、ペイペイ車のいい利点は、耐久度関係なく普通に使えるんで、耐久度が下がると普通の武器だったらジャム起きるんですけど、この武器だけはなぜかジャム起きないので、長く使ってるって感じですね。ということでね、レイド行きましょうか。はい、どうも。2日目となりました。ね、量があっていなかったんで、一日ね、間を空けてやってます。で一応、これで、セラピの、ステーションタスクは終わりました。これで OK ですね。されば3個納品完了しました。ガサナーね、もうね、あるんで、もう納品します。なんとね、パート2の分も一応確保してますので、このまま、パート2も出たら納品できます。それでね、カーがね、解放されたんで、多少ね、もう、制服が楽になりました。マッチングしたね。スカブで今、0-0に来てます。まあ、スカブなんでね、PMC ってない限りは襲われないと思うので、適当に物資をね、集めて帰ろうかなと思ってます。端っこじゃねえか。ここってことは、すぐそこに脱出あるんで、一応ここもね、PMC 湧く可能性あるんでね、立ったせたら離れます。うまい。食料うまい。まあ、序盤なんでね、食料ないんで全然。これはありがたいですね。ヘルメット。アタッチメント。いらないな。いらないな。これ漁れるやつだっけ？これ売ろうかな。SSD 売る。これは取れないやつ。びっくりした。お前さん使うか。お前 PMC かい。ビビらす。ああ、マジか。やられた。PMC2 体湧いたんだけど。マジですか。ベア一体倒したから、回すよしとしとくか。はい、ということで、カスタムにレイド聞きに来ました。一応ね、もう、出費しましたけど、MP5、一応交換で買いました。ナイフはね、フェンスで売ってるんで、まあ、ある程度安くなったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、微妙じゃないですかね。まあ、結局マガジン買ってるんで、マガジン代でね、まあ、ドル消費してるんで、まあ、弾はね、あんまり買えないんで PSO です。今回は PSO です。初回のリシャスと同じで PSO しか売ってません。一応ね、溜め込んでてね、ルガー CCI とか、あと、リップ弾もね、ちょっとだけで今あるんで、まあ、まだ使える状態じゃないんで、ある程度溜まってからにしようと思いますね。あとは、PST GZH。あれもね、ほんのちょびっと溜まって。現状 PSO かな。家が解放されたら PSV でもいいんだけど。完全に家がまだ解放してないんで。赤倉庫側か。こっちに抜けるか。対岸で感知されたらやばいんで。オリップ。SE の。やっていきましょう。あ、軍式になればいいや。でね、一応下から攻めます。で、直接行くとね、スカブに遭遇するんで。これはこの辺じゃないかな。あ、近いぞ。抜けるかな。前回はね、この量を抜けてる途中でね、接敵したんで、ないことね、AI のやつの配置こんなとこにしてるから、嫌なんだよね。AI もしかもね、レベルね、ランダムでね、セットしてるんでね、当たったら終わりです。高レベルのやつとかね、来たらマジで怖い。今回はいなさそうかな。前回マジこの辺でね、遭遇して死んだんで、これは動画にしてないんで、あれなんですけど、とまさにここの辺ですね。この辺の、よし、漁り終わったとこで、カバン拾ったとこでバーンと撃たれましたね。あれ、草かな？え？人影があれ？草だね。焦る。お、隠しある。もう一丁 MP5 来た。これは美味しいわ。MP5 今後メイン武器で作りたいなと思ったんでね。ちなみに今回のこれ背中にアーマー入ってないんで、後ろから撃たれたらやばいですね。とりあえず反対まで来たぞ。あとは、もしかしたらそこにスナイパーいるかもしれないんで。あ、いるね。これで狙えるかな。ヘロインを一応100に上げたんで。だいたい100メートルなんでね。見えねえ。出たかな、出てないですね。倒せてないわ。隠れちゃったんだな、多分。あ、出てきた。よし、来たー。だねー。キル進んだね。で、スナイパーという脅威はいなくなったんで、ある程度安全に進める。あいつしかいないってことは、PMC は湧いてないってことだね。PMC もし湧いてたらね、戦闘起きてるはずなんで。ここの上もね、スナイパーは開くんで、気をつけないといけないんですけどね。気づかれたか？気づかれたらいない。おお、マイ BS だ。BS のマガジン出てきたよ。これいらないから、弾だけこねいて。失敗したね。肩が弱すぎる。もう一体ぐらい叩いてんだよな。レアなすぎて草まあ、1位は進んだからいいか。まあ、残りの1位は別の機会にやろうとして。まあ、これで脱出。もうちょっと上に投げればよかったかなーって感じもある。よし。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしましょう。ということでね、以上、堀でした。